2年頃の肖像が第5代、ロロ卿、アンドリュー・ロロは、イギリスの貴族、陸軍軍人。フレンチ・インディアン戦争への参戦で知られる。第4代、ロロ卿、ロバート・ロロとメアリー・ロロの息子として生まれた。1743年に、イギリス陸軍に入隊、同年にデッティンゲンの戦いに参戦した。デッティンゲンでの戦功により、第22不評連隊の隊員に昇進した。その後、 1750年に小佐に、1756年に中佐に、1762年に大佐に昇進した。一方で、アメリカ方面軍には代償として従軍。フレンチ・インディアン戦争においては1758年のルイブール包囲戦、1760年のカナダ征服、1762年のマルティニーク島侵攻に参加した。また、 戦争中の1758年3月8日に、父が死去すると、ロロ教の借位を継承した。1765年6月2日に死去、息子ジョンに先立たれたため弟ジョンが借位を継承した。1727年4月22日、キャサリン・マレーと結婚、一男一女を設けた。1765年2月17日、エリザベス・マリと再婚したが、 二人の間に子供はいなかった。ありがとうございます。